大日本木造鉱山製造って書いてある。なんだこれっていうわけでね。普通ね、2点で何点くらいと思ったのはね、当時だって、まあジャパンとかね、なんかこうローマ字で入れるでしょ。それをためらうことなく全部日本語だよね。最後まで日本語。むしろ一貫してるね、そういうとこね。それが初め、それが入った方は日本人って分かんなかったから。なんだこれ、なんでこんなとこにあるんだろう。数あるもんじゃないんですよ。もともと少ないんですね。このデコルテブなものは、その手作り、もちろん木造鉱山の初代はオール手作りだけど、手間かかるんですね。それで、数が少ない。ただ僕は自信がなかったり、大事にしたんだよね。で、なぜ手に入ったかなんていうと、それはイギリスにロンドンにね、集まるんですよ。で、オーストラリアだろうが、そのスウェーデンだろうが、オランダだろうが、みんなそういうの入ってるのが、一番よく売れるところです。業者も入ってきて。そして、これはいいものも、もちろん悪いものもあるし。というところで、紫色の皿みたいな、綺麗なものですよ。まあ、京都人ですね。この綺麗なね、友禅みたいな形のね、もちろん色合いのね、模様の付け方もね、やっぱりその三足つけたようなもんじゃないんですよ。で、そのうち、そうすると僕は買うもんだから、集めてとくれる。で、大体断っちゃダメなんですよ。せっかく集めてくれるんだ。で、集めてきたものは大体入れましたね。日本にほとんどもう99%。日本のものとね、何が違うんだったらね、やっぱり美意識が違うね。美意識って何だって言った時、京都にあるもんなんだけど、例えば、西陣だとかね、さっき言った友禅だとか、京都独特の雅があるんですよ。それはヨーロッパにも合うんですね。他のものにないです。で、それが意識があるから、それらもう当たり前だと思って育った人でしょ。で、祇園の、お茶屋のものを作ったり、その雅が当たり前だと思ってる人間だから、自分じゃ普通、特に輸出するとか何とかって気持ちで作ったんじゃないってこう言ってますから、自分の自伝に書いてありますからね。輸出っていうけど、私はね、輸出のために作るとか、そんなことは思ってないと。自分のもう持ってるものを作ってるの、改めてそんなことしたことはないと、する気もないと。本当の日本を見ても、固有の日本を見せたいと。木図の言う固有ですからね。だからその固有の日本を見せたいと。それで世界が何て言うか、それに興味はあるということですね。私は60何センチだもん。しかも、いささかの破綻がないよ。これはね。鉱山の作品でも60センチってのはあまりないですね、そこまいやいや、で。時期だから。時期60センチいけないですよ。それだけの幅がないと。水じゃできないから、水かますから、あと、へたっちゃうでしょ。で、何かうまくして、あれで作るんだろうけどね。これはね、色がまず最初。色が独特です色ね。が出ないの。それから、白い字がこんなで、
京都で有名な絵描くやるんだけど、こんなの描いてる人は蛇口がびっくりするよ。同じ明治35年だから、重要文化財になってて消息を書いてある中な、あ、シカゴ博の、ね、あれとこれと同年代なんだけど、桁違いこっちがええよ。あ、この年代か。これは堪能薄いんだよ。あ、そうなんですか。持って軽いもん。へえ。ファーと思っちゃうよ。で、スカッシュというかね、すごい技術ですよね。何でもこなしたんでしょうね、この宮川講談っていう人は。次々に新しい日本にチャレンジしていくというね、感じですね。にしてもできないと思うけどな。みんな板屋さんがどうのないがどうだなんて、もう全然レベル違うじゃない。いや、強いて一人いないってことないんだけど、西武洋平のね、三代目のね。西武洋平ね、はい。あれの、でもそれも少ないから、白地でこうピンクがちょっと変わったやつね。あれも僕茶碗持ってるけど。あ、そうですか。やっぱり品のいいもんよ。そうですね。人間国宝と、定石芸員と人間国宝展って茶の世界っていうのが、はい、静岡で展覧会やってたんです。散々僕でも見ないから、しまったままだから。で、その時出して。はい、いやいやいや、西洋洋平のその茶碗ね、はい、もう品格拡張はどうにもなんないね、こればっかりは。拡張が出ない、形は出るだろうけど拡張が出ないね。どうにもなんないよ。西洋洋平と宮川鉱山って同じね、提出義原因でもう競い合うような関係、最後の方あったんでしょうね。やっぱり西洋妖艶のことは一目置いてるよ、宮川鉱山はね。もちろん先輩だからね。なるほど。それを誹謗したり何かしたり論評したりっていうことはよした方がいいね。論評できる対象じゃないんじゃないかな。やっぱ学園の方はいろんなことを論評なさるけど、しなめんじゃないの。唖然とするのがあるよ。あ、そうですか。論評なんかしな、言葉いらないですかね。今の時代にはちょっと出てこないような、なんていうんですかね、まあ格調高さ上品さっていうのが提出義原因の作品にもありますね。すごいね、提出義原因っていうのはよくあるの選んだね。何かそのまあ宮川鉱山に戻りますけれども、宮川鉱山のある特定の作品とのそのなんかエピソードのようなあのものはございますか。そういうトップクラスのものは必ず、もう手が震えたことなんか何回もあるしね。あ、作品を、なんて、表記で送ってくるんだけどね。ありますけど、だけど、サンモンと比較するようになっちゃうでしょ、その上がその上がその上がってこうなってきた時に、今言ったような何点かその上なんだろうね。これなんかもう軽く見てるけど、その上なんだろう。なんでこれこんな下手なのか分かんない。もう遅かなんだね、これは。でも写真ちょっと撮れないでしょうね、これちょっとすごい上手に撮ってらっしゃいますけど、実物を見たら、なんですよ、なんでそんな大阪にできるんだろう。だこの辺のところは中国のね、新聞の名品にチャレンジして自分が凌駕したところですよ。ということは世界一ってことじゃ、今日本のもんなんかね、300万から800万まで新なんか1億3億から30億ぐらいでいるから、そんなにはすごいですね。なんで日本がこんな低いの。確かに日本の工芸品は特に低いですね、評価がね。知らないんだね。あの何川康之の七宝でもなんか普通紫のその釉薬を出すだけですごい大変じゃん、金使ったり銅使ったりして
その中にまた何だかしら模様を入れている、絵描いたの。それがね、これこうあんまり見えないじゃん、品物がこう実物見るとね、しっかり見えるよ、うん、いや黒い柳、黒いっていうのかな、家蔵の柳みたいなのが全然破綻なく、うん、すごいよ。